みなさんこんにちは。今日はナレッジキャピタルワークショップフェスオンライン2020秋にご参加いただきありがとうございます。本日司会進行を務めます小西麗華です。よろしくお願いします。皆さんには今からメルセデスミー大阪の子どもメルセデス検定に挑戦してもらいます。今日はグランフロント大阪北館ナレッジキャピタル1階に位置するメルセデスミー大阪よりお届けいたします。ここメルセデスミー大阪は車好きにはたまらないかっこいいショールームを展開されていますね。日々多くの人でにぎわっています。そんなメルセデスミー大阪の素敵な講師の方をご紹介したいと思います。メルセデスミー大阪プロダクトエキスパート港崎達也さんです。それでは港崎さん、よろしくお願いします。お願いします。皆さんこんにちは。メルセデスミー大阪の子どもメルセデス検定をご覧いただき誠にありがとうございます。私はここメルセデスミー大阪でプロダクトエキスパートをしている港崎達也と申します。よろしくお願いいたします。プロダクトエキスパートとはメルセデスベンツの素敵なことを皆さんにお伝えするメルセデスベンツの物知り博士です。ここグランフロント大阪にあるメルセデスミー大阪でメルセデスベンツの自動車について説明したり、お試し運転のお手伝いをしたり、皆さんも見たことあるこのマークのついたグッズのお店をしています。今日のワークショップでは皆さんにメルセデスベンツや自動車のことを学び、クイズを解いてメルセデス博士を目指してもらいたいと思います。皆さん頑張ってくださいね。最初はメルセデスベンツの地理の問題です。メルセデスベンツのふるさとを皆さんは知ってるかな。そう、ヨーロッパにあるドイツです。ではこの地図でドイツはどこでしょうか。地図にある番号で答えてください。それでは皆さんシンキングタイムです。いきなりちょっと難しいかな。世界地図見たことある方だったらちょっとわかるかもしれないですね。そろそろわかりましたかね。それでは正解を発表したいと思います。正解は3番です。皆さんわかったかな。ちなみに1番はフランスで、2番はイタリアです。ヨーロッパは自動車が生まれたところだから、日本に負けないくらいの多くの自動車メーカーがあります。では自動車が生まれたお話から、次はメルセデスベンツ歴史の問題です。ヨーロッパには、そして世界にはたくさんの自動車メーカーがありますが、その中でメルセデスベンツは世界で初めて自動車を作った会社です。世界初のガソリン自動車を作ったのはカール・ベンツさん、メルセデスベンツの会社を作った一人です。そしてカール・ベンツさんが100年以上前に作った自動車がこれ。この自動車はパテントモトールバーゲンと呼ばれています。最初の自動車はタイヤが3つだったんですね。それではここで問題です。このパテントモトールバーゲンをドイツの国に届け出た日が、世界では自動車の誕生日とされています。ではその誕生日はいつでしょうか。次の3つから選んでください。1番1886年1月29日、2番1986年1月29日、3番1900年12月9日。それではシンキングタイムスタートです。ちょっと難しいかな。ではヒント、この QR コードをスマートフォンで読み取ってみてください。皆さん QR コードは読み取れてますか。ちなみにメルセデスミー大阪の誕生日は2013年4月26日、今年で7歳です。ちなみに7歳は小学校1年生のお友達と一緒ですね。どうかな、ヒントを見てわかったかな。それではシンキングタイム終わりです。正解は1番です。1886年1月29日、この日が自動車とメルセデスベンツの誕生日です。日本では明治19年です。100年以上も前なんですね。次はメルセデスベンツ科学の問題です。
メルセデス・ベンツが世界で初めて自動車を作ったと同時に交通事故も起こるようになりました。なのでメルセデス・ベンツは交通事故が少しでも減るようにの願って安全な車を作るために多くの研究をして安全のための仕組みをたくさん作ってきました。去年1年間に日本国内の交通事故で亡くなった方は約3200人です。50年前は約1万7000人でしたので、ずいぶん交通事故が少なくなりました。このように少なくなるにはメルセデス・ベンツが世界で初めて作った安全のための仕組みも役に立っています。ではここで問題です。メルセデス・ベンツが世界で初めて車につけた安全の仕組みはどれでしょうか。次の3つから選んでください。1番、コンピューターを使ってブレーキを調整してより安全に止まれる仕組み。2番、4つのブレーキをバラバラに動かして車の動きを整える仕組み。3番、自動でブレーキがかかって追突事故を少なくする仕組み。それではシンキングタイムスタートです。どれもブレーキに関する世界初だけど、わかるかな。ちょっと難しいよね。でもこれはみんなが正解できる問題になってるから、自信を持ってどれか選んでください。それでは選べましたか。1番、それとも2番、3番。それではシンキングタイム終わりです。正解は全部正解です。どれもメルセデス・ベンツが世界で初めて作った仕組みです。今では世界中で売られているメルセデス・ベンツ以外の自動車にも多くついているんです。メルセデス・ベンツは昔から自動車の安全が一番大切だと考えています。ここまで3問、お友達のみんなは全問正解できているかな。残り2問、次はメルセデス・ベンツの体育の問題です。メルセデス・ベンツは安全な自動車を作ると同時に自動車レース、モータースポーツの世界でも大活躍しています。古くは創業者の一人ダイムラーさんが作ったエンジンが世界最初の自動車レースで大活躍。そして自動車レースの最高峰 F1 グランプリでは去年まで6年連続でメルセデス・ベンツがチャンピオンです。ではここで問題です。メルセデス・ベンツのレースマシンは昔からシルバーアローと呼ばれ親しまれています。今はこんなマシンです。ではシルバーアローと呼ばれるのはなぜでしょうか。1番、マークが銀色だから。2番、軽くするためにペンキを剥がしてシルバーになったから。3番、かっこよく見せるためにシルバーのペンキを塗ったから。それではシンキングタイムスタートです。この問題はヒントがないと難しいかな。じゃあヒントはまたまたスマートフォンで見てください。先ほどと同じように QR コードを読み取ってもらって大丈夫です。あ、そうそう、メルセデス・ミー大阪の地下駐車場にもシルバーの超かっこいいメルセデス・ベンツが止まってるから、皆さんぜひ見に来てくださいね。お兄さんが案内するね。さあ、では QR コードは読めましたか。大丈夫かな。それではシンキングタイム終わりです。では答えを発表します。正解は2番です。詳しくはヒント内容を大人の人に分かりやすく読んでもらってほしいけど、簡単に説明すると軽くしなきゃレースに出れなかったんです。勝利への執念ですね。それでは次が最後、メルセデス・ベンツの算数の問題です。さっき見ていただいた F1 マシン、実はハイブリッドカーです。ハイブリッドカーって皆さんの街にも多く走っていますよね。そのハイブリッドカー、ほとんどがガソリンエンジンと電気のハイブリッドカーです。メルセデス・ベンツにはガソリンエンジンと電気のハイブリッドカー以外にも軽油っていうガソリンスタンドで少しだけ安く売っている燃料と電気のハイブリッドカーも作っているし、世界初の水素を使った燃料電池とお家で充電できる電池のハイブリッドカーもあります。もちろんハイブリッドカーだけじゃなく電気だけで走る電気自動車もあって、それは走っている時に排気ガスも何も出さない
静かでクリーンな自動車です。これが EQC という電気自動車です。最後はこの EQC からの問題です。EQC は電気を満タンにすると約400キロも走ることができます。こちらのおじちゃん川上さんは毎日会社に行くために片道10キロ走ります。電気が満タンの EQC400 は充電せずに何回会社へ行って帰ってできるでしょうか。1番7回、2番14回、3番20回。それではシンキングタイムスタートです。これは計算問題です。小学校1年生、2年生、3年生は大人の人と一緒に考えてね。大人の人は単純に渋滞とか細かいこと抜きで考えてください。どうかな、計算できたかな。それではシンキングタイム終わりです。片道10キロなら会社へ行って帰って20キロです。7回で140キロ、14回で280キロ、20回で400キロとなります。ということで答えは3番の20回です。電気自動車って充電が大変でたくさん走れないって思われることもあるけど、実は1回の充電でこんなに走れるんです。はい、ここまで皆さん何問正解できたかな。全問正解できたかな。全問正解できたお友達は立派なメルセデス博士です。全問正解できなかったお友達も大丈夫。私のお話をちゃんと最後まで聞いてくれたなら子どもメルセデス検定に合格、おめでとうございます。もしもっとメルセデスベンツのお話を聞きたいなって思ったら、いつでもメルセデスミー大阪に遊びに来てください。メルセデスベンツは最も愛されるブランドを目指して、これからも素敵な自動車を皆様にお届けいたします。今日はメルセデスミー大阪のワークショップを最後までご覧いただき誠にありがとうございました。港崎さん、ありがとうございました。そして最後までご参加いただいた皆さん、お疲れ様でした。さあ皆さんどうでしたか。今日のクイズ検定ではメルセデスベンツの魅力を存分に楽しみながら知ることができたのではないでしょうか。今日から皆さんはメルセデス博士ですね。メルセデスミー大阪は JR 大阪駅すぐ隣のグランフロント大阪北館ナレッジキャピタル1階にありますので、ぜひ遊びに来てくださいね。それではまた皆さんにお会いできることを楽しみにしております。さよなら。